はい、えー、皆さん、こんにちは。アレックスエンン講師の吉澤敦です司法書士の取説司法書士試験編を始めたいと思います。えー、本講義、ですね10分程度で終わりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。はいで本講義におきましては、ですね司法書士試験の概要とのお話をですねしたいと思いますけれども。 はい。まずですね、日程から見ていきたいと思います。簡単にですね。はい、5月中旬から下旬にかけてですけれども、出願をいたします、はい。そして7月の第1日曜日に筆記試験が行われます、はい。そして9月の下旬ですね、筆記試験の合格発表がございまして、その筆記試験の合格者を対象とした講述試験が10月の上旬に取り行われます。はい、そして 11月の上旬最終合格発表という形になりますそして、えー、合格するとですね12月からあ各種の研修に参加していくという流れになりますで、このうちですね10月上旬に行われます口述試験ですけれどもはいこちら、えー、ほぼ100%合格とお従って天皇山は7月の第一日曜日に行われます筆記試験とおいうことになります はい、えー、それではあ、その筆記試験、えー、のですね、出題科目等を見ていきたいと思いますが、あまず、えー、午前の部ですね、司法書士試験は午前の部2時間、えー、午後の部3時間、えー、で行われます。まず午前の部、択一式35問のみ、えー、120分、えー、でございます。 出題科目が憲法3問、民法20問、そして刑法3問、そして会社法商法9問という形になります。赤文字で書いてあります、民法と会社法商法ですね、こちら2科目が司法書士試験における主要4科目のうちの2科目ということになります、はい。続きまして、午後の部ですけれども、こちらはですね、卓越式だけではなくて、記述式2問も追加されます。 で180分ということになります。はい出題科目ですけれども、民事訴訟法5問、民事保全法1問、民事執行法1問、司法書士法1問、教託法3問、不動産統計法16問、そして商業統計法8問ということになります。ここまでが択一式、そして記述式ですけれども、不動産統計法1問に、商業統計法1問という形になります。 はい、で、これが出題科目なわけですけれども司法書士試験の受験生をですね、最も悩ませていると言っていい制度、まあ、それが基準点という制度でございますはい、基準点とは一体何でしょうかというところを見ていきたいと思いますがはい、まずですね、あくまでこの基準点というのは事後的にすなわちその成績処理をした上えで出される点数だというふうにお考えくださいで 午前の部、択一式のみですけれども、こちらの基準点を突破し、かつ午後の部の択一式の基準点ですね、こちらも突破して、初めて、はい、このように記述式の採点を受けられるということになります。はい、そして、記述式の基準点も突破すると、総合点争いの場に立てるということになります。そそしてその総合点が 合格最低点以上であって初めて、はいえー、このように筆記試験合格ということになるわけでございます、はいえー、で先ほども申し上げました通り基準点というものはです、ね、事前に分かっているものではない、えー、受験する人間からしたらそこがやっぱりね怖いところなんですけれども今年の基準点何点かなんていうのは分かっていない状態で受験するということでございます ただ、基準点には相場がございまして、えー、まず午前の部の基準点ですけれども、35問中26問から30問、こちらが相場。午後の部卓越式、えー、35問中24問から27問、えー、こちらが相場でございます。ちなみに平成27年度で申し上げますと、午前の部の卓越式しかないですが、こちら、極めて簡単な年でした。従って、30問が基準点でした。 他方、午後の部についてはですね、択一式、結構難しかったんですね。で、えー、結論といたしましては24問ということで、非常に午前午後の差が激しい年であった、あそれが平成27年度ということになります。 はいえー、続きまして、えー、午後の部の記述式の基準点です。けれども、お,およそもう毎年ですね。三十点台後半あに落ち着いております。三十六点、五点とか、三十七点、五点とかあ、そういったあたりで、えー、落ち着いております。で、三、えー、つの基準点が存在するわけですけれども、すべて基準点。ちょうど。しか、 取れなかった人が仮にいたとして合格できるかというと合格できないわけですね。3つの基準点の合計値にプラスアルファの部分が必要になってきます。はい。えー、それを上乗せ分というふうに表現するとすると、はい。えー、点数で言いますと、15点から21点。卓一式の問題数で言うと、5問から7問をですね、上乗せしないといけないということになります。えー、平成27年度で申し上げますと、こちら。 19.5点が必要でございました、はいえー、それではあ皆さんがあ気になっているであろう記述式の試験ってどんな試験なのかなといったところですけれども、はいえー、記述式の試験ですねまず現在の登記記録が情報として与えられます不動産登記で言いますとある土地の所有者が今現在誰なのかななんていう情報が載っかっているこれがまあ登記記録です商業登記で言いますと ある会社の社長さん、代表取締役などと表現したりしますが、それが一体誰なのか、どこに住んでるのか、みたいなところが記録されているわけですが、はい、そのストーリーの出発点におけるです、ね、現状の登記記録というものが情報として与えられます。そして、それを前提といたしましたストーリーがですね、これまた問題文中に情報として与えられます。で記述式の試験とととは一体何かというと はい、えー、そのストーリーですね、ね即した登記申請書、えー、こちらを司法書士になったつもりで、えー、作ってみなさい。はい、これが記述式の試験ということになるわけでございます。はい、えー、それではですね、次ですけれども、午後の部の時間配分、こちらも司法書士試験合格にとってキーポイントとなるファクターでございます。で、まず3時間をどう使うか、えー、こちらはですね、受験生の自由でございます。 しかしながらですね、午前の部と異なって、卓越式に2時間120分は使えません。なぜなら、記述式の回答に時間がかかるからでございます。では、合格者の平均の時間配分はどれぐらいなのかなというところですが、はい、こちら、だいたい卓越式35問をですね、60分から70分で所持するのが合格者でございます。はい、なので結構ね、こちら厳しいですね。 まあただこれはもう訓練次第でもういくらでも時間短縮は図っていけますからご心配なくとお言ったところでございます。はいえそれではあ最後にですねえこのような司法書士試験に合格するためにはとおいうところなんですけれどもはいえ司法書士試験はですねまあ誰でも受験できますえその学歴等々も問われませんし当然年齢も問われませんえそういう意味で平等な試験でございます。 実際、えー、私のクラスのですね、重厚生の方見ておりましても、本当に老若男女問わず、うー頑張って、えー、合格を目指して勉強している、そのような試験でございます。でかつ、えー、こちらにも載っておりますけれども、合格者の約半数はですね、法学部の出身者以外ということでございますので、 もしこれをご覧になっている方でですね、私はあ法学部出てないんだけど大丈夫かなというふうに思われている方ですね、全く心配する必要はございません。堂々とこの試験にですね、チャレンジしていただければというふうに思います。で、えー、合格するために必要なですね、ファクターとしてですね、勉強時間、そしてその集中力×効率、まあこれがですね、 合格力、得点力であるというふうにいたしますと、まあ、こちらのですね時間であったりもしくは集中力、ここはやはり皆さん一人一人の気持ち次第というところになってくると思います。働きながらでもこの時間というものをいかにこう捻出していくかですね細切りの時間をどう作り出すか。 まあ電車の中とかいろいろありますけれどもそういったところはやはり皆様の一人一人の心にかかってくる、まあ、集中力もまたそうですよね、はいえー、しかしながらこの効率というところに関しましてはです、ね、やはり、はい、どんな教材どんな講座をどのように使うのかによってです、ね、差が生じる部分だと思うんですね。 したがって、やはりその合格短期で合格されている方の多くがその予備校をですね利用しているという現状に鑑みればですねぜひぜひ、弊社レックのですね、はい、初級講座ご利用いただいて。 まあ立派なテキスト、えー、そしてですね司法書士試験に精通したあ講師えー、揃っておりますので、えー、ぜひぜひ、えー、ですねレックのお初級講座の方を利用いただいて、えー、司法書士試験、えー、合格ですね果たしていただければというふうに思います。 はい、それでは時間が参りましたので10分でわかる司法書士試験終了といたしますけれども皆様と一緒にですね、司法書士試験合格を目指して勉強できる日を楽しみにしております。どううもありがとうございました。